ファシャグナトゥスは中国の下部白亜系より知られる重脚類恐竜の属である。コンプソグナトゥス科であるが、このグループでは大型で体長はコンプソグナトゥスより50センチメートル長く、シノサウロプテリクスの標本より大きく、最大の標本では1.8メートルある。ファシャグナトゥスの名前は中国を表す伝統的な言葉である。中国語の花夏とギリシャ語で顎を意味する。 クネイサスを、ラテン語化した、ナタスから派生している。ヒトファシャグナトゥスのスケール、比較復元図ホロタイプ標本は、両寧省西部、北表紙近郊の仕トン地区大分溝村の、儀県類像で発見された。ホロタイプは5つの大きな石板状に保存されており、基本的には完全な骨格であるが、王の先端のみ書いている。この他により大きな標本が、 死亡トンチクの疑研類層で発見されているが、調整中にホロタイプとしては、不適切な損傷と間違いが与えられてしまっている。分岐学的な解析によればファシャグナトゥスは、身分化な前足を持ち、最も基盤的なコンプソグナトゥス科であると示唆される。ファンエトへルでは、以下の特徴でこの属を識別している、全上顎骨に長い跡突起を、 持ち前眼科窓に重なるマルスの長さが上腕骨と頭骨を合わせた長さに等しい手の第一第二の爪の長さがほぼ等しく、第三の爪の167%である。第一中手骨は、木々の横断面の幅が、第二中手骨のものより狭い、そして、尺骨の肘頭突起の現象がある。以上において、基地の他のコンプソグナトゥスカと異なる。 ありがとうございます。